あ、ここが防御旅館だな。絶雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。禁忌滅却の札だが、それは我がお前たちを傷つ…千と魔の世界に近づきすぎれば、人のこの魂は千人ほど強くはない。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。あだ名をつけてやりたいけど、仙人の裏、はあ、どうすれば仙人と話ができ、探してみようぜ。テラスにいる可能性が高いと思うぞ。だって台所にいるとは思えないからな。あら、もう少佐様、珍しいね。あの態度で聞く。そうよ、仙人との絵はかなり貴重だもの。言い伝えによると元神がリーウェイを作ったと。でも仙人の奥は戦いだから、数千年もの間貿易。お上は物知りだな。お上じゃなくて王の。とにかくあなたたちは私のアドバイスに従って。機嫌を。私も彼の。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。杏仁豆腐は少様の数少ない好物よ。うん、お前どんな料理が得意だ。わお、新しい料理だ。でも仙人への贈り。休憩中だ。邪魔しないでくれ。邪魔しないでくれ。おいおい、ここのシェフは。なるほど。だが残念だ。どうしてだ。剣士の手が。だが、それにな、ついさっき。このシェフ。とにかく。仕方ない。さ、
この様子じゃ仕方ない。元はオーネ…ゴレットはおば…そんな類のものな…あ、そういえば…その続き…ねえ、あなたたち…あなたたちをいいように使って…仙人と関わることで傷ついてしまわないよう…旅館に…そして…Okay.
お姉ちゃん。なんだ、すごいじゃん。この原子、少し時間をくれ。手の。
またお前たちか。待て、まだ消えないで。これはお前の大好物の杏仁豆腐に。ほら早く。こい元王帝君に。我には想像もつかない人間界を管理する姿勢は。昨月李水龍雲の3人に会ってくる。彼らもそろそろ決。仙人は我には。我らの神は。待ってくれ。なんだ。なあ、妖魔退治をするときだから。オーナーとし防御旅館が面倒を見てるの。